お醤油と黒糖でマリネートした厚い豚バラの切り身、沖縄豆腐の角切りと苦いゴーヤのチャンプル、柔らかい豚肉の千切りと新鮮なキノコのだし汁。これらの品々は何百年にもわたり沖縄の人々に愛されてきました。沖縄は1879年に日本に返還されたものの、沖縄料理は日本料理とは半然と違っています。その大胆な風味の存在は世紀にわたる中国や東南アジアからの文化の交流により創作されたものです。沖縄のことわざの通り、すべての食事が豚肉で始まり終わります。中国商人によって沖縄に紹介された豚肉は沖縄料理の神髄と考えられています。沖縄料理のお店に入るや否や家庭的な雰囲気に感銘を受けます。まるで親戚の家の夕飯に訪問するようです。家族写真や個人的な記念品が壁に飾られています。スピーカーからは沖縄民謡が流れていて、それにお客さんたちの会話の波音が重なります。オクステオスープが愛情込めて用意されています。ホノルル周辺の街を散策する間に格別な食事どころに立ち寄ってみます。世俗的な常連客と泡盛で乾杯するのに行くような内緒の場所。タコライスはシューシューと音を立てる石焼きのボウルに盛られ、スパイスの効いたひき肉、生卵、タコの具がサーバーによって目の前で混ぜられます。長生きをと願う乾杯で食事を締めくくると、落ち着いて陽気な気分になります。